幕末、浦賀へ来航した黒船によって日本は264年の眠りから覚めました。それは土佐にあってもかつてない激動の時代を迎えることとなりました。日本は変わらなければならない、日本を変えなければならない、そうした機運の中で、時に人が争い、時には人を暗殺し、時に人が切腹をする、そんな殺伐とした土佐国でしたが、一方で多くの偉人をも輩出しました。激動の時代、それは土佐人の血が騒ぐ、そんな時代背景だったのかもしれません。そして明治維新から157年、土佐藩は高知県となり、維新の激動はすっかり忘れ去られ、悠々カンカンの日常があります。今回は幕末、そして明治維新の舞台であった土佐藩高知城に行ってみました。ここは日曜市、毎週日曜日に開かれる街路市です。まことに平和な庶民の暮らしが垣間見えます。高知市に街路市が開設されたのは元禄3年1690年とされ、実に300年を超える歴史があるそうです。思えば幕末の動乱後も先の戦争をもくぐり抜けてきた伝統的な街路市なのです。400店を超えるお店が大手筋と呼ばれる1000メートルの道路を丸々占領して立ち並ぶ日曜市は日本一の街路市です。人口30万そこそこの高知市にあって、これほどの規模の街路市があり、しかもこれほどにぎわう様は高知の県民性がなせる技というほかないでしょう。街路市といえば野菜や果物、そして海産物などが定番ですが、ここ日曜市ではこんなものまで売ってるの？と言われるように何でも売っています。高知の日曜市に来れば何でもあるというわけです。時には掘り出し物やお宝が手に入ることもあるそうです。こうした何でもある状況を土佐言葉ではないものはないと言います。ないものがないとは至極当たり前の話ですが、ないというものはないという意味で何でもあるというわけです。もちろん話は持っているんですがね。夏の土佐を彩るよさこい祭り、日曜市の開かれる大手筋はよさこい祭りのメイン会場となります。焦げるような日差しの中乱舞するよさこい祭りは、日常とは全くかけ離れたクレイジーな世界へとワイプします。しかし祭りが終わればそんな熱気はなかったかのように再び日常が戻ります。そしてこの日曜市を見下ろすようにして高知城があります。高知城は
大高狭山という標高45メートルの山の上にあり、築城から420年を超える歴史あるお城です。それ以来、高知市は高知城の城下町として発展した町です。日曜市も土佐藩のお殿様が場所と日取りを定めて一立てを認めたことに始まるとされています。築城したのはこの人、山内一豊です。山内一豊は浪人の身から織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、一代で土佐一国の主にまで上り詰めた人物です。さて、ここが高知城の入り口である大手門。大手門という文字は古くに使われていた文字で、現在では大手門と書くようですが、ここ高知城は大手門という古い文字で表現しています。高い石垣の上に渡り櫓を乗せた櫓門と呼ばれる堂々たる表門です。大きな石が寸分の狂いもなく積まれています。さて、これが大手門の門扉。門扉が取り付けられる柱には短冊状の金具が付けられ、強度を高めています。これは乳金具と呼ばれるもので、金具を隠して見栄えを良くするもののようです。頑丈な門で、これを突破するのは容易ではなさそうです。柱には樹齢数百年といった名目が使われています。天井も贅沢な名目が使われ、頑丈な造りです。これが開け閉めする門扉、内開きです。なんと大きな長板です。専門的には肘壺と呼ばれるようです。それでは大手門をくぐって入りましょう。大手門の先には林が広がります。そして天守閣が青い空に浮かびます。大手門の内側も見るからに頑丈な造り。そして高く強固な石垣です。さて、高知城主は山内一豊から16代も続くのですが、初代山内一豊の銅像はあるものの、幕末の試験校と呼ばれた15代山内陽道の銅像などは見当たりません。高知城内へ入って最初に迎えてくれる銅像は、目の前の板垣大助です。
板垣は土佐藩上司の家に生まれ、第15代藩主山内容堂の蕎麦用人として仕えました。明治維新後は自由民権運動を主催し、45歳の時には刺客に襲われて負傷する中、板垣死すとも自由は死せずと叫んだとか。板垣退助像のそばには大きな千段の木がありました。土佐ではすべての道路に旅人のために千段の木を植えたそうです。石段を上がっていきます。この石段は歩幅が合わなくて妙に歩きにくいのですが、これも城としての戦略のようです。これは石樋と呼ばれるもので、石垣を伝わないように雨水を流す排水設備です。石段を上がると杉の段と呼ばれる広場があります。昔ここには杉の巨木があったので杉の段と呼ばれるそうです。訪れた若い女性たちが、この人誰？とか言ってますが、この人は山内和豊の妻、千代さんです。和豊がまだ信長の家臣であった頃、名馬を欲しいが飼うお金がなかった和豊に、千代さんはへそくりの10両を渡し、名馬を手に入れたという話は有名です。千代さんは機転の利く賢い女性で、和豊は千代さんの内助の功によって出世できたとも言われます。ここから見る天守閣は綺麗です。杉の段の上段は三の丸ですが、その三の丸を支える高い石垣があります。崩れにくく水はけの良い野面積みと呼ばれる石垣で、およそ12メートルの高さがあります。高知城の築城を始めてから10年もかかって積み上げた石垣だそうです。過去には崩壊して積み直した記録もあり、また近年にも平成16年から4年ほどかけて積み直しが行われました。この石垣の上が三の丸です。ここから見る天守閣も綺麗です。ここには井戸がありました。この井戸は深さが18メートルもあり、城内にあった14の井戸の中で一番水質が良かったそうです。さて、杉の段からまた石段を上がっていきます。
石段の先には石垣が迫って狭くなっているところがありますが、ここには三の丸へ入る鉄門という門があったそうです。石垣はきっちりと積まれ、この石垣の上には入りもや造り2階建ての櫓門があったようです。さらに上がると正面は詰め門というところで、右を見ると二の丸への石段が見えます。そしてこちらが三の丸です。三の丸は高知城で一番広く、中央には総面積1815平米に及ぶ書院が建てられていました。大勢の藩士が参集する儀式などに使われていたそうです。そして明治に入ってからは、高知藩の藩長として使われていました。しかし、明治6年に全国のお城を取り壊してしまう廃城令が公布され、建物は取り壊されたということです。さて、鉄門からまっすぐ上がったここが詰め門という建物です。通常詰め門の扉は閉まっていて、年に7日間だけ開放されます。この扉の向こう側は本丸かと錯覚しますが、扉を通り抜けるとお城の裏側に抜けてしまいます。今年も見れたっていうことだね。ここは梅の段と呼ばれる梅林で、196本の梅の木が植えられています。詰め門前から仰ぎ見る天守閣は趣があります。さて、二の丸へ上がる前に反対側に行ってみます。本丸を支える石垣に沿って狭い道が続きます。石垣の上の突き出た金具は忍び返しというものだそうです。くせ者が本丸に忍び込むのを防ぐ装置です。東側に回っていくと高知市内がよく見えます。その先には鐘つき堂があります。この鐘はもともと二の丸の近くにありましたが、二代目藩主忠義の啓筆から鐘の音がやかましいとの苦情があり、離れたところに移転しました。ところが今度は鐘の音が聞こえないとのことで、場所を変えること3回、戦後になってこの場所に落ち着いたようです。さて、鐘つき堂からさらに回り込んでいきます。
どん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 回り込んでお城の南側に出ました。するとここに黒金門という門がありました。これは本丸の裏門にあたる門で、いざという時に開ける門のようです。門をくぐって入っていくと、そこには本丸がありました。三の丸のところに戻りました。今度は二の丸へ上がっていきます。この石段を上がると二の丸です。着きました。ここが二の丸です。二の丸には75室、600畳に及ぶ御殿が建てられていたそうです。御殿には藩の役所である表御殿と殿様の居間、そして側室や女中のための裏御殿があったそうです。この二の丸の御殿も三の丸と同じように明治の廃城令によって取り壊されています。さて、高知城が最も華やぐ春の高知城を見てみましょう。春爛漫の高知城でした。それではいよいよ本丸です。詰門から入っていきます。ここは詰門の2階部分で、二の丸と本丸を結ぶ渡り廊下となっており、家老や中老などの詰め所だったそうです。詰門を通り抜けたその先は、いよいよ本丸です。日本で天守が現存する城は12あるそうですが、
本丸の建物すべてが現存する城は高知城だけとのこと。ここで入場券を購入して本丸へ入ります。本丸の中へ入りました。先を急いで見落とすところでした。これは大河ドラマで千代役を演じた仲間由紀恵が着た着物でした。襖で仕切った畳の部屋があります。ぐるぐると廊下を巡ります。ここで殿様に謁見するのでしょうか。部屋の白い壁は武者隠しと呼ばれるもので、壁の裏には殿様を警護する武者が控えているそうです。これは山内容堂の司書だそうですが、読めません。外には趣のある庭園があります。ここには高知城の築城の様子がジオラマで展示しています。どのようにお城を建てたのかよくわかるジオラマです。現代のような重機がなく、すべて人力で築き上げた昔の人には頭が下がります。山内和豊は領民に対して食中毒を気遣い、カツオを刺身で食べることを禁じたと言われます。それに対し領民はカツオの表面だけを火で炙り、これは刺身ではないと言い繕って食すようになったと言われ、それがカツオのたたきの起源だとされています。さて天守閣へ上がっていきます。きつい階段です。高知城は4層6階の天守閣になっているようです。これは高知城の概要を表したジオラマです。ここが杉の段、ここが三の丸、そして二の丸、ここが爪門で、ここが本丸です。大きな柱が所狭しと立ち並びます。この階段は傾斜45度くらいありそうです。階段の上は意外と広い板の間で、中央付近に階段があります。この階段を上がると天守閣です。
さすがに一番上なのでそんなに広くはありません。高知市が一望できます。土佐は山に囲まれた辺境の地。外様大名であった土佐の殿様は江戸への参勤交代には苦労したことでしょう。維新の立役者ともいえる土佐藩、そしてその中枢であり幕末維新の舞台となった高知城。天守閣からの眺めにはロマンを感じます。今回はここまでです。